皆さんこんにちは、ウォーキング野郎です。早朝から歩いて向かってます。チャンネル登録いただいている方かな。コミュニティでのアンケートに答えていただきありがとうございました。10時前には行くぜということで、10時ちょっと遅くなりましたけど5分到着、一番乗りでございます。この時にはまだ結果は分かってないので明るい雰囲気出してますけど、やっぱり完敗でした。先に言っちゃいましょう。ただこの日はこの日のファジ広場の良さがありますので、皆さん一緒に見ていってください。さすがに11時からのファディフーズなので、まだ10時過ぎてすぐとなるとこのぐらいでした。空いてます。いつもご視聴いただきありがとうございます。オリックス優勝しました。山本由伸最高でやってましたらありがとうございます。オリックスファンとつながることができました。ナイス。割と3年間通ってますけど知り合いが少ないんですよね。なので楽しかったです。この日もこの時間帯ですと顔見知りって言ってもなんですけど、後方の桜内さんぐらいかな。お辞儀できたのは。この日はユニフォーム T シャツは涼介の T シャツできました。AM11 時開店なのでもう並び出したので、ファジフーズの方に並んでみようと思います。1番2番3番と10人から15人ぐらい並んでましたかね。そして今日はやはりカレーに並んでみることに決めました。なんと一番乗りは千葉サポーターです。早くから来てたんですね。千葉線限定カレーがあったのでこの日は限定が続いてましたね。今のところ順調です。 AM10 時までに来て11時のファジフーズをゲットでございます。コミュニティありがとうございました。正解でした。そして一番乗りの列に11時20分には戻ってきてました。もう前には先行入場の方が待ってました。2時キックオフの場合2時間前ということで12時にスタジアムインでございます。それでも皆さんの方が早いのでなかなか席はなかったんですけど、ビッグフラッグのちょうど真ん中辺に来るように座ってみました。こんなところです。今日はここから。そして12時ちょうど過ぎてたので千葉線限定ピーナッツバター鶏ひき肉のカリー税込み850円いただきます。うまそう。ザクザクのピーナッツが
たまらなかったです。完食でございます。食べ終えたので席を確保してスタジアム前広場の方に行ってみました。知り合いに会えるかな、ファジジンさん、サットさん来てますかと X を発信してみました。そして今年も東小書道部のスターティングラインナップ達筆でした。松本さん、スターティングラインナップの凌介に声援送っておきましたよ。この日のイベントはジャズがあちこちで演奏されてました。黄色のジェフ千葉のユニフォーム結構目立ってますね。これはかなりジェフ千葉サポーターも来てますね。もちろんファジアのサポーターもほとんどユニフォームというぐらいこの日は多かったですね。そして今日も大人気のファジフーズ、なんとこの時間だともう 20-30 人並んでますね。皆さん大変な中買ってますね。この時偶然サットさん見たんですよね。サットさんお元気でしたね。この時ファジジンさんにはなかなか会えなかったんですけど、いつも会えないこのサポーターには会えましたし、そしてなんといっても空が FC の空がくん撮影してました。パチリでございます。そしてバックスタンドに戻っていきます。再入場でございます。そしてゲート店からスタジアムインでございます。やはり暑いゲート店ですね。ようこそ千葉サポーター、ビジターが満席です。すごいです。右側にも黄色がちらほら。ビッグフラッグです。ちょうど真ん中あたりなんで皆さん頑張って振ってますね。こんな感じなんですよ。
前半には点数取られて後半こそっていう気持ちにはなりましたよね。そしてNew 9463人でした。だけど残念ながら完敗です。完敗でした。ちょうどこの時千葉サポーターと選手が見えるんですよね。だけどもう一回やりたいなって気持ちになりました。でもこれで頭を下げて残りの試合を消化してしまうともったいないシーズンになるので、粘り強く戦ってなんとか6位以内に滑り込んでもう1回プレーオフでジェフとやれるように。木山監督さすがです。もう1回やらせてくれ。正直これだけ完敗っていうのは自分も初めてかもしれません。ただ切り替えて次節から練習していけるよう応援していきましょう。ウォーキング野郎でした。最後までご視聴ありがとうございました。ファジアのサポーターの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。切り替えてやっていきましょう。それではまた。